はい、実況させていただいております、シロックマンです、よろしくお願いします。ですね、はい、じゃあね、前回の続きやっていきたいと思います。はい、ここからですね、はい、はい、じゃあ次はね、こいつですね。ストームイブリードですね。この面はね、いっぱいアイテムが取れるんですよ。あ、間違えた。何をやっとんねん。いきなりボンミスですよ。この辺ぐらいからダッシュジャンプ、これでサブタンクが取れますね。はい、まあ、サブタンクを取るとね、回復ができますからね。はい、取れる武器が、武器じゃねえわ、アイテムがあるんですよね。この下になんかなかったっけな。なかったっけ。あ、この下なんもないか。この音楽なかなかかっこいいですよね。いや、もうここにあるんですよね、もう一つアイテムがね。このあのパーツがあるんですよ、ここね。あ、惜しい。ダッシュジャンプうまくね、駆使して。ライト博士、さあこのカプセルに入るのだ。ヘッドパーツをつければヘッドクラッシュで特定のブロックを壊すことができる。ためらうな X、 野望を砕くのだよ。こういうことですね。頭突きでね、ブロックが壊せると、そういうことですね。パーツ2つね、ヘッドパーツとフットパーツ取ってますね。はい、それがわかるんですよ、これ見るとね。あ、そこらでも。ここでね、少しサブタンクをためらわさせてください。このボス強いんでね。あ、まあ出ないな。サブタンクを貯められないんですよね。意味ないんですよ。
そう。やばい。危ね。落とされるとこやったわね。そう。サブタンク溜めてんのに意味ないやん、これじゃ。もうちょっと溜まってるけどな。愛着出た。サブタンクってね、体力満タンの時に取らないと意味ないんですよ。だからダメージ受けると意味ないってことなんですよ。ああ、もう。残機は結構増えましたね。あ、もういいか。めんどくさい。もういいわ。もういっちゃえ。この面はね、面自体そんな難しくないですからね。あ、しまった。こいつが来ましたね。結構強いんですよね。あ、やばい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 。ちょっと待った。ちょっと待った。あ、やばい。そっか、これあれか。スタートボタンダッシュに設定してなかったからな。やっぱやっとかなあかんか。タイプにしなきゃダメですね、やっぱり。これ何やったっけ、Z って。ああ、なるほど。一瞬だけ Z と、ゼロを呼び出せることができるのね。やばい、危ね。よし、また耐えたりか。危ね。あ、くそ。うわ、怖いな、この攻撃な。あ、体当たり怖いからね。あ、くそ。よし、これで勝てるわ。
じゃあね、次ね、次はね、ちょっとね、アイテムをちょっと取りに行きたいんで、ここね。あれ、なんかいませんやつ。下ですよ。ここですね。サブタンク3つになりましたね。はい。あともう一個ね、取りたいアイテムがあるんで、行きますね。取りに。ならないのか、これ使っても。軽くはならないよな。あ、危ね。やばいやばい、結構減ってるな、俺。やばいわ。死んでもうた。なるからな、この面危険なんですよね。爪の上か。なるほど、わかった。ジャンプ。この上、この上。ここですね。さあ、このカプセルに入るのだ。アームパーツをつければ、より強力なチャージショットが打てるようになる。さらに特殊武器をチャージすることもできる。迫り来る敵を倒すのじゃ、X。さあ、チャージショットね。これか。
なるほどね。はい。じゃあこれでエスケープ。セーブして続ける。はい。じゃあこの次は、フレームスタッカーですね。ここか。これはあれですね。ロックマン X2 のね、ボスですね。これね。スーパーファミコン版のね、X2 に出てくるボスですね。ライフアップ取れたからよかった。確かここにもね、パーツがあるんですよね。この上か。ちょっと待ってな。ここだったと思いますけどね、ちょっと攻略本で確認。ダッシュジャンプかな。よし。さあ、このカプセルに入るのだ。ボディパーツをつければ防御力がアップしてダメージを半減する。平和と未来を守るじゃ。X これでほら全部揃いましたね、今日一日でね。はい、最強になりました、パーツに関してはね。で、あともうサブタンクもね、3つありますからね。うん、あと1個取れば、まあ、完璧ですね。よし。この下怖いな、どんなになったっけ。おぉ、死なないのかよ、落ちても別に。落ちても死なないんやね、これ。意外やな。もうこれであとボス直行するだけですよね。
ですね。メタモルモスミーノですね。これもあれですよ、スーファミ版のロックマン X2 のボスですね。で、これ確かね、この下、この下じゃないな、どこだったっけ、この上か、この上だったっけ。そう、ライフアップがありますね。回復出てくれへんかな。あ、出た。助かった。なんもないか。この下どうなってたっけ。うわ、壁すり抜けるんだこいつ。上針になってんな。まあいいや、ほっといていこう。これ操られるんですよね。中ボスっぽいな、これまた。またこいつか。2回出てくるねんな。
強い。こいつ強いな。うわ、怖い。勝手に動かしてくれよ。操られるだけなんだよね、あれは。はいはいはい、勝手にしてくれ。はいはい、あたりが読めないねな。しかもどこが当たってんのか当たってないのかわからないんですよ、これ攻撃が。ほら強いわこいつ。このゲームの中ボスで一番強いんちゃうか。くっそ、まだもう一回来るか。おい、あの虫を倒さんとね、あれなんですよね。ダメなんですよ。何回でも出てくるんですよ。うわ、強いわ。もうまだかよ。硬いなぁ。ここの辺のボスより強いんちゃうか、こいつの方が。中ボスちゃうかなぁ。ボスやんで、これじゃあ。うわ、やばい。うわ、強いわ。スーファミバイオより強いやん。強い。ちょっと待てよ、おい。うわ、ちょっと待て。くそ、命中率悪いねん、これ。やっと倒した。うわ、もうギリギリやんか。やっとボスやな。まあちょっとこの体力で勝てないからな。うわ、こうなるわな、当然。うわ、最後の残機や。これは弱点がラッシングバーナーですね。スクラップシュート。
じゃあね、これで一旦ね、終わらせていただきたいと思います。続きはまた次回ということでよろしくお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。もしよかったら YouTube のチャンネル登録をお願いいたします。